めっちゃ音楽聞こえてんだけど。こんにちは。こんにちは。え、これ治んないの？これ治んないの？治んないですね。最悪じゃん。アカウント販売でなんか儲けた金で買ったんすけど、なんか全く別のものが届いて、はい、こんな感じになりました。アカウント販売してんの君は？じゃあアカウント販売、あ、してますね。まあとりあえずクリア行くか。いいっすよ。君何歳な？14っす。14でアカウント販売やってんの？あ、はい。まあアカウント販売楽しいっすよ。アカウント販売楽しい？え、楽しいっす。もうやったらやめられないっすよ、普通に。こっち側に来ると。いや、一応言っとくけど、今日君タイマンしたいって言ってたじゃん。タイマンしたいって言ってたじゃん。はい、言われたんで。君何、タイマン言われたってどういうこと？周りの、やっぱ周りの人にやっぱキャンドンちょっとボコボコにしてこいみたいな。まあ僕の周りのアカウント販売者はちょっとお前が気に食わないとちょっと代表として来てこいされてるんで、まあボコボコにしてみて。一応言っとくけど、この試合負けたら君、はい、君もうアカウント販売一生しないでね。もうアカウント販売一生しないで。ま、じゃあ僕が勝っ、いいっすけど、じゃあ僕が勝ったら、ああ、じゃあ、ああ、そのなんか僕のところでアカウント買ってくださいよ。アカウント買わないといけないの君のところで？どうか。そうっすね、なんか今儲けが出ないんで。それは、まあ俺が勝つって分かってても、まあ、その約束はちょっとできないな。その約束なら別のだったらいいよ。別のだったらいいよ。なら一生フレンドでいてくれます？ああ全然いいよ。その代わりもうアカウント販売やめて、はい、もうそのアカウント販売の関わりある人全員切って、はい、もう完全にもう引退して、アカウント販売から、アカウント販売から。あ、オッケー、全然いいっすよ。まあでもこれね、だからその、やめるのは簡単ですよみたいな言うけどさ、はい、これもうすぐ情報来るからね、君がやってるっていうのが。勝つんで僕、もうそれ以前に僕が勝つこと決まっちゃってるんで。そうなの？そのアカウントはちなみにアカウント販売でゲットしたやつ？あ、そうっすね。あ、じゃあそのアカウントももう消して。えいっすよ、別に全然本垢もあるんですけど。あ、もう本垢以外使わないで。本垢以外絶対約束だぞこれ。絶対オッケー。君詐欺したことあるでしょ？いや、なんかクラック渡してなんか取り返してきたとか言われたことあります？ないっす僕は。だからこれはガチっす。情報来たら僕全然そういう詐欺って思ってくれてもいいし。その自分の口から詐欺って認めることが大事だから。逆に詐欺されてしたことありますよ、その人に対して。いや、してるじゃん。されたからやっていいってわけじゃないじゃん。はい。じゃあ、してるじゃん。はい。まあまあ、とりあえずじゃあ、怠慢で。はい。もう負けたら君はもう一生やんないでください。あ、オッケー。スマホの方が聞き取りにくいんだけど。そんなことある？あるんですよね、僕。あ、そうなの。まだ始めたばっかに弱いっすけど、まあ、ボコしに来たんで。そうなの。ちょ、え、じゃ、君さ、その俺をボコすさ、人たち、ボコすって言ってる人たちの中でさ、一番強いんでしょ、君。そうっすね。本当にそれ？マジ？引退させるんすか？僕はどっちでもいいっすね。まあ、一人今やってるんで、そう言いますよ。多分。いや、まあまあまあ、でもとりあえず君は今日で引退だから。もう本当にちゃんと引退してね。それは約束じゃん。それは約束です。うん。約束は破んないでよ。まあ、これで今来たらもう負けた人に、あ、詐欺した人に全員に返金します。詐欺した分。やっぱ、やばいっすね。俺のことボコ好きで来てたんでしょ？あ、はい。やっぱ、ラグいっすね。やっぱ、ミッド回線が。ラグいっすね。まあ、ラグのせいでね。やばいっすね。
あ、やられちゃいましたね。はい、君引退。あ、はい。アカウント販売も一生するな。わかりました。絶対だかんね、これ。あ、はい。でもし君が、君のね、まあ、仲いい人、まあ、だからそのアカウントもダメだよ。もう削除ね。まあ、削除の仕方って教えてくれませんか。いや、だからもう、サインアウトして、あの、使わなければいいよ。はい、だからもしそのアカウントが、なんか、元々の持ち主がわかるんだったら、その人に返してあげる。いや、持ち主怒ってるんですよ、返せって。でもなんか、どう返せばいいかわかんないんですよ。だからメールアドレスとパスワードを、教えてあげて返しなよ、そのアカウント。あ、はい。いや、本当に欲しくて我慢してる人がね、はい、かわいそうだよ。僕もなんか、オメガとかしか持ってないから、エリートエージェント使いたくて、始めたら、まあ、やめられなくなって。オメガって、ゴミじゃないですか、やっぱ。いや、オメガだけ、もう、だってさ、そのオメガを欲しい人だっているんだよ。とりあえずね、君はもう詐欺したからアウト。あ、わかります、すいません。うん。だから、ちゃんと、そのアカウントも使わないで、アカウント販売も引退して、で、そのアカウント販売の周りの人とも、はい、もう、かかんないで。で、この動画出したら、まあ、君は多分周りから、いや、周りからね、まあ、もしかしたら脅されるかもしれんよ、これ。もう脅されても、全然、無視すればいいと思うんですよね。そうだね、もう無視よ。で、君はなんかさ、自分のなんか、住んでる県とかさ、なんか学校とか言っちゃってんの？なんか、誰かに。言ってない。今取引してる人にどうすればいいかとか考えちゃうとやっぱやめられないっていうか、あー、まあだからとりあえず今取引してる人がいるんだったら、まあそれもだからもうすいませんと完全にやめてしまうので、まあその取っちゃったアカウントがあるんだったらその人にもアカウントは全部返しますって言ってるのでさ、はい、やんなよ。今使ってるアカウントもトルコ人とかなんでどう返せばいいとかわかんないんすよ。今の使ってるアカウントが何？なんか、あ、持ち主が誰かわかんないってことでしょ？持ち主がトルコ人なんすよ。何？トリコ人？トルコ。あー、その人に連絡はできるの？できないんですよ。連絡できないのか。取り返しを待ってるんですけど。まあだからそれは、返せないんだったら、まあ一番その相手にとってもやっぱ使わないことがいいんじゃない？アカウント。はい。だからサインアウトして自分の本アカを使いなよ。はい。はい、僕は、はい。もう今後アカウント販売をしません。はい。そのアカウントはどうしますか？このアカウントは、もうログインできないようにサインアウトします。はい。もう絶対だよ、絶対。はい。